スレッド解放区の酒井です。本日はですね、挑戦をしますということでサムネイル作らさせていただいたんですが、前回ちょっとライブの方での出来事だったんですが、リアのブレーキのそのブレーキラインっていうのパイプがあるんですけど、そのマスターシリンダーからキャリパーへつながるパイプがあるんですけど、そのパイプがちょっと折れたというか、ちょっと損傷が入ってしまって、そこからブレーキフルードピューピューピューって出るような状況になってしまったんですよ。で、まあパイプ、そこはいろいろ取り付けれる部品、ホースであったりだとか、純正のパイプ、純正っぽいパイプっていうので部品が出ているっていうことで調べたんですが、そのパイプ交換、もうブレーキフルード漏れてるんで、パイプ交換しようとしたら、そのパイプが結構いい値段したんですよね。であれば、ちょっとそのパイプを自分で作ってみようかなと思って、いろいろ調べて、道具も買ってきて、今から調整するに、まだ何もしてないんですけど、調整するにあたって心配事や相談とかっていう話を今日はしたいと思っています。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、メンテナンス、バイク購入についての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。同時にですね、動画の方にグッドボタンしていただけるとテンション上がりまして動画撮っていくことができますのでお願いします。個人的にですね、私の連絡を取りたいよっていう方はですね、公式 LINE アカウントの方から直接メッセージいただければ返信させていただきます。ちょっとですね、メッセージが立て込んでいるというかですね、結構いろんな方からメッセージいただいてすごく嬉しいんですけど、ちょっと返信が遅れる場合もありますのでご了承はお願いします。はい、では本日はブレーキのホースを作るというかパイプですね、自分で作るということで挑戦していくということなんですけど、要はそのパイプっていうのが、ここブレーキホースあるんですけど、ちょうどですね、これ画像映してますけど、そこはあんな形で、あそこパイプになってて、フルードがビュー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 出ちゃってるんですよね。で、これちょっとこういう形になってるんですよ。ここの部分なんですけど、で、これで取り付けるっていうか、皆さんご存知かとは思うんですが、でここ先端が広がってるんですよね。こういった加工がちょっと必要、特殊工具が必要だったんですよ。でそれをアストロプロダクツで購入をしまして、でいろいろその他にも必要なものっていうのでちょっといろいろ考えて購入してきたんですよ。それを紹介させてください。まず開けてもないんですけど、これがまずアストロプロダクツのパイプフレアリングツールキット、これですね。要はこれがここは広げるパイプ、これパイプか、要はブレーキのここの先端を広げる道具なんですよね。はい、でこのフレアツールキット、フレアリングツールキットですか、これでまずパイプを広げるということと、あとこのパイプを切断するためのパイプカッターですね、ごめんなさい、これが2600円ぐらいですかね。このツールが2600円ぐらいで、でこれがパイプカッター、そのパイプを切るもの、これが800円ぐらいでしたね。はい、であとこのパイプですね、一応ですね、このパイプ1本728円、1メートルなんですよ。はい、でこのパイプ、銅のパイプを買ってきたんですけど、 0.5mm、 厚さは 0.5 って書いてありましたね、のパイプということで、でこれ銅のパイプにしたのは、これが一応銅、このツールが銅のやつを切る、加工する特殊工具ということになるので、銅のパイプを買ってきました。はい、であと曲げないといけないんですよね、ショベルのそのリアのブレーキのパイプって。ちょっとこういう形、ちょっと今ちょっと写真とか動画ちょっと今出してると思うんですけど、これをちょっと加工しないといけないんで、これとこの平板でパイプベンダーを作ろうと思ってるんですよね。このカラーみたいなものと、この平ネジっていうんですかね、これでちょっとこれで簡易パイプベンダーですね、これが曲げれるぐらいの、加工できるぐらいのベンダーを作ってっていうふうに考えています。はい、でこれで大体ざっくり5000円ぐらいしましたね。このツールキットが2600円で、これが728円で、このベンダー、パイプベンダーっていうんですか、曲げる道具を作る、これで400円ぐらいでしたね、この4つで、これは4つで400円ぐらいでした。
まあこれちょっと穴開けたりとかしていろいろ加工していきたいと思ってるんですよ。で、僕が今回これをまあ挑戦するということで、まあいろいろあれなんですけど、まずですね、このまあ今見たところですね、ショベルヘッドのそのブレーキライン、そのパイプは素材が何かちょっと分かんない、ステンレスなのか鉄なのか分かんないですけど、これが銅っていうところがちょっと心配なところですね。うん。で、今ついてるものが、フルードが漏れてるんですけど、それのパイプをちょっと測ったら、6ミリぐらいあったんですよ。まあ直径というか、この直径が6ミリぐらいあったんですよ。これが5ミリなんですよね。うん、なんかちょっと細いからどうかなと思うんですけど、けどまあ後からこれはちょっと普通フロントブレーキのあれなんですけど、ここのパイプは5ミリだったんですよね。だからいけるかなとは思うんですが、まあそれがまず1点と、あとこの長さです。太さとで、これ結構ショベル、リアブレーキのあのペダルのとこあるじゃないですか、そこからだいたい真ん中ぐらいまで行くんですよ。結構パイプ長いんですよ。まだ今外してない状態で、まあホームセンターでこれパイプ買ってきたんですけど、まあ、普通にそのブレーキの銅のブレーキのパイプっていうのは売ってるんですよ。そのまあまとめて何メートルとかっていうことで、なんでもしこの1メートル足りなければ、そのまあホームページとかインターネットでパイプを買おうと思ってます。もうちょっと長いもの、はい。あともう1点はこの曲げる道具、これまあ400円ということだったんですけど、これのこのサラネジっていうんですか、ごめんなさい、サラネジがこれ M5 なんですよ。5ミリなんですよ。だからちょっと弱いかなとかっていう、まあけどうまいことできるのかなとかっていうことですよね。でまあこのまあパイプベンダーって、あの曲げる道具はまあストロー見てきたら1500円ぐらいで売ってたんですよね。まあ、ちょっとそこをまあケチってというか、まあ、受作してということを考えたんで、うん。で、まあ、なんでこういった形で挑戦ということを僕は思い立ったかと言いましたら、その昔乗ってたそのあのショベルのアイアン、あのスポーツスター乗ってたんですけど、それもこのリアブレーキのパイプ、ブレーキラインがダメになったんですよ。それはなんかちょっと事故じゃないですけど、なんかにかすった時にちょっとバーンって当たっちゃったんですよね、そのパイプに。で、そこ、まあ、それもダメで交換した覚えがあって、で、今回もちょっと、その取り付けるときに僕は少しそのパイプに力を入れてしまったんですよ。そしたら、まあ、ちょっとパイプが、ちょっとまあ、だいぶ劣化していたのか、僕は力入れすぎたのか分かんない、まあ、壊してしまったということなんですけど、まあ、フルードが漏れるような形になってしまったんですよね。そうなると、2回もそういったことがあるっていうことを経験したんで、まあ、これはちょっと工具を買って、もし作れるようであれば、安易に作れるようにしておいた方がいいのかなっていうふうに少し思ったので挑戦してみたいと思っています。はい。でまあこのベンダーの作り方とか、まあちょっと作り方がうまく作れるかちょっと分かんないんですけど、自分なりにちょっといろいろ調べてですね、作り方は大体把握はできたんで、まあ簡単なんですけど、まあそういった形で、まあ、ドリルで穴開けて、まあこれを取り付けるだけということで作って、まあこのパイプカッターこれとかもちょっと使ったことあんまりないんで、ちょっとこれとかもちょっと使ってみて、ちょっと一回、ブレーキのホース、ラインをちょっと一回作りたいと思っています。はい、またそれを、まあ、作る方法とか、そういったことも動画で、上げる予定ではいますので、よろしくお願いします。はい、本日の動画は終わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。